始まってまいりました。30秒ごとに姿が変わるマインクラフト。まずは雲からスタートダッシュを決めます。姿変わってたんだ。いつもとそこまで変わってなかったやで。手足8本もあるのに。まあこの状態で30秒が経過すると、うわ、エンダーマンになった。ランダムでいろんなモブに変身するってことね。ちなみにそのモブの能力もしっかりと使えるよ。あら便利。確かに移動系のモブは便利だね。でも便利なモブだけに変身するわけじゃないからな。そう、種類は様々。このように急にガストに変身しちゃうことも。大きすぎて画面に収まってないやで。まあ空を飛べるっていうメリットはあるから。それ以外は特にないね。大きさの割に体力値低いからな。ってあちらに見えるのは村ではないか。やっぱり飛行能力があるっていいよね。いや待って、時間。あ、ちょ待って、エンダーマンだからとりあえず丸石でも集めようか。あ、ゾンビ、熱い熱い、火の光が熱いの。そうか、いきなり燃えることもあるのか。ヘルメットがないとまともに外も歩けないよ。洞窟が近くて助かったやで。あたいだって火の光に照らされた生活を送りたいわよ。こんな暗闇で一生を過ごすなんて。30秒だけだよ。でも、実際暗闇だけの生活は嫌だよな。しかし、アンデッドたちはそんな生活を強いられてる。なんでゾンビとかって火の光で燃えるの？確かに、そこは永遠の謎だよね。吸血鬼と同じ性質を持ってるんじゃないか？それ言ったら吸血鬼もなんで燃えるかでけー。なんでこのタイミングでガスト、こんな大きさじゃ身動き一つ取れないよ。もっと狭いとこだったら窒息してたぜ。へへへ、害のないミツバチちゃんだよ。あらかわいい。お前じゃなくてミツバチという存在に対して言ったんだよ。勘違いするなよ。ぐすんぐすん。さらっと村のアイテム取ってるやで、害しかないやで。てか、早いとこヘルメット作っとかないとな。また燃え出したら大変だからね。あ、村にちょうど鉄インゴットが歩いてるじゃない。そっか、その鉄インゴットでヘルメットが作れるかもだな。まさか。ありがたく活用させてやるって言ってるんだ。感謝しろよ鉄。うわぁ、なんで猫で挑んだ。勝てる要素ゼロやで。それならば同じゴーレムとして戦って。ぐふふ、ゾンビと戦って消耗してますな。これなら弱いモブでもなんとかなるよ。いやでも、せめて一撃は耐えられるのにしようか。猫ちゃんは戦闘向きじゃないからね。ドンキー、意外と体力あるじゃねえか。体力はあるけど小回りが効かないからな。そこ大丈夫？やはり安全な場所から殴るとするか。ちょっと匠さん。ドンキーの断末魔、初めて聞いたやで。うん、オウムさんが最強でした。さすがのゴーレムも高さにはかなわなかったか。それで、これからどうするの？うむ、装備とかを整えたいので、洞窟探索のスタートじゃ。狐だからすっぽい視点が低いな。でもめちゃ可愛い。狐が洞窟探索してるとか萌え萌えポイントしかないからね。たとえそれが羊だったとしても全世界の人がメロメロになるやで。いや、それはちょっと。メロメロになることは絶対ないかな。なんでやで、納得できるまで理由を説明するやで。さてと、下に進んでいきますか。ああ。待って待って、イルカになったよ。一番変身して欲しくないタイミングでイルカは辛いんですけど、水がないと私。ああ、早くしないと死んじゃうよ。イルカの命が尽きちゃうやで。こんなところで死んでたまるかー。水、うんま。水バケツがないと洞窟は危険だね。まあ、それも確かに危険だ。そして、階段堀はもっと危険でいっぱいなのだよ。こんな場所でガストなんかに変身しちゃったら、確実に死が待ってるやで。人生やっぱりスリルが必要なんだよな。そもそも、なんで階段堀してるの？鉄鉱石集めるだけなら洞窟探索で十分だし。そりゃあ、ダイヤを見つけるためですけど何か？ダイヤ？いやいや、そんな危険を冒してダイヤを探す必要ないでしょ。何を言うか、ダイヤのピッケルがないとネザーゲートは作れないだろうに。いや、作れるよ。うん、作れたね。万事解決やで。ねえ、なんで階段掘り続けてるの？危険を冒してダイヤを取りに行くってさ。取れ高の塊やん。あ、ほら取れ高。バカ言ってんじゃねえよ、死ぬ間際の映像だよ。あー？皆さん、これが取れ高をゲットする方法なんですよ。取れ高を求めたら人は死ぬんやで。見て見て、ウィザーにも変身できちゃった。なんか顔の向きおかしくない？前と後ろ、どちらから攻撃が来ても安心だろ？確かにそうだね。じゃなくて気持ちが悪いんだよ。シューン。そんなわけで、幾度とないしを繰り返してダイヤのある高さまで掘れました。本当に何度死んだことか。いや、ここからも窒息死するのは変わりないんだけど。いろんなモブに変身するから体力の変動も激しいやで。そう、オウムとかになったら体力4の状態にされるからな。割とゾンビが一番いいんだよな。まあ、視点の高さも普段と一緒だからね。飛べるモブは便利だけど体力が低いし。やっぱ飛行系の中だとブレイズが一番かな。あいつは俺が持ってないものを全部も。大丈夫よ、落ち着いて、水バケツがあるから死
ぬことはないよ。そうだ、今の俺には水バケツがあるんだ。冷静に、冷静にダイヤ探しを続けようか。いいから早く水に入れ。その冷静さが命取りになるんやで。まあまあそんな焦りなさんなって、あれイルカっていきますの範囲に収まらないの。ほら早く準備しとかないからそういうことになる。息が苦しい。ほら大丈夫でしょ。イルカの姿じゃなかったら今すぐにでも。に、ほう。その言葉の続きが気になるんですけど。知らない方がいいことってあるんやで。ああ、いつかは来ると思ってましたよ。こればっかりはどうしようもないね。そんなわけで、幾度年を繰り返してダイヤを発見できました。ここまで頑張ってダイヤを探す必要はあったのか、気になるところだね。もしかしてアベルさんの死を無駄だと思ってる？即答やで。そんなダイヤで大ピッピを作って、黒曜ピッピをピッピして、ピッピッピピッ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 。日本語でオケ。ブレイズを連続で弾けたら要塞探しとか楽なんだけどね。欲しい時に限ってそのモブが来ないからね。まあ要塞は近くにあるだろうから探す必要はないと思うけど。長、だ、アベル、最近要塞運低くなってない？アベルの取り柄だった要塞運がもう。待ってお願いアベルさんを見捨てないで。梅雨の時期って要塞運がダウンしちゃうだけなの。へえ、そういう仕組みだったんだ。まあ、飛べるモブ来るまで待機だね。オウムでパッタパッタと要塞を探しまして、死んだ。なんで？なんで要塞探してたら溶岩で死ぬんだよ。まあ、体力が限りなく低くなってたからなんとなく想像はつくやで。ああ、もうこれ全ロスト確定だよ。それじゃあエンダーアイをセットしようか。驚くほどにいろんな過程をカットしたな。エンドラ戦、結構不安なんだよな。羊とか一瞬でエンドラの餌になるだろうからね。羊に戦闘させちゃダメやで。よし、飛べるモブになったら即移動だ。まあエンドクリスタルの破壊はすぐに終わりそう。ステンバーイ。バババババババッカ、ふざけんな、なんでここでお前になるんだよ。早くブロック掘って目の前のブロック。なあ、焦ったー。一応ウィザーは飛行能力のあるモブやで。とりあえずエンドに行って、安全な場所まで飛んでおくか。あの場所じゃなかったらウィザーでもよかったのに、別のモブになるまで待機だねー。よっしゃ、オウムになったと急いでクリスタル破壊だ。30秒で壊し終わるかしら。せめて1分ぐらいあったらよかったんだけどね。いや、それはそれでイルカが地獄か。それであとはエンドラを倒すだけなんだけど、豚で大丈夫なのかかなり不安でございます。要はエンドラの攻撃に当たらなかったらいいだけだからね。慎重に行けば、あのダメージを食らわずに倒した日を思い出すんやで。そう、体力の量なんて俺には関係ないん。あ、ちょ、まあ。まあ、豚だしな。豚が勝てるわけないやで。アイアンゴーレムのサービスシーンを皆さんにお届けしつつ、最後は弓矢でかっこよく決めますと。そこは飛びながら弓で仕留めろよな。でもまあ、これでエンドラは討伐成功ね。おっと、ここで最後にニワトリさんのサービスシーンだー。今なら見放題ですよ。誰も見たくねえよ。羊以外に興味はないやで。そんなひどいコケよ。え、なんで急に喧嘩始まった？いやいや、エンドラ倒した後にそれは一番ダメだって。ニワトリ逃げて。コケ、コケコケコ。といったところな感じのとこおろで。のし。